兵庫県川西市の木村隆二被告は去年4月、和歌山市の漁港で、岸田前総理の近くに手製の爆発物を投げ込んだなどとして、5つの罪に問われています。事件をめぐっては、和歌山地検の男性検事が被告の人格を貶めるような発言を繰り返した疑いが浮上。弁護人によりますと、男性検事は、あなたは小学校低学年くらいの知識、 逮捕されても誰も困らないなどと発言し、目標を続ける被告に1日に7時間以上も取り調べを続けたということです。最高県と和歌山地検は回答を差し控えるなどとしています。